64年の東京オリンピックのために当時の住居から建て替えられた都営霞ヶ丘アパートに入居しました。今再び2020年開催のオリンピックのために巨大化する新国立競技場建設に伴う土地の寄与を求められています。霞ヶ丘は私たちのふるさとです。霞ヶ丘アパートを取り壊さないでください。現在残っている世帯に対して昨年11月19日20日やっと2度目の説明会が設けられました。その説明内容はこれから都が予定している3地区への移転先への段取り、移転先の間取り、その予定日程について示されただけでした。驚いたことにそのうちの2箇所にはその2箇所に住んでいた方たちが現在建て替えのために移転されている、その方たちが戻ってこられます。そちらの方たちが優先入居です。霞ヶ丘の住民はその残りの部屋に抽選により入居者を決める。抽選に外れた人は他の地区へ移転してもらうというものでした。犬や猫の小屋じゃないんですから、人間を抽選によりあちこちに配る、そこには優先順位で行く人がいるんだから、あなたたちは残り物だと、そのことに怒り表した高齢の方もいらっしゃいます。私たちはカスですかと言った方もいます。これに納得できない個々の思いや意見を述べても、条例で決まっているとか、規則によりどこでもそのように行っているとか、人の心情を理解しようともしない、杓子定規な説明に終始され、決定的にこれが最終移転です、という強制移転を迫られたのです。現在、心身に不安がなく、新たなコミュニティに親しんでいける余力のある方は、知事がおっしゃるように、数十年も経った現在の古いところよりは、新しいところに移転できるのはありがたいことでしょう。でも、心身ともに心配のない方は、まれです。高齢者の心身の衰えに生活の不自由さは、なってみなければ分かりません。なぜ親しんだ土地でさえも生きるにも必死です。たった2年や3年で出ていきたいはあまりにも無情です。日本の方策として考えられないことです。ぜひこの行政の在り方を考え直していただきたいです。先のオリンピックで私は立ち退きました。また今度のオリンピックで、この50年の間に2度もオリンピックをなんでやらなきゃならないのか、しかもですね、転居を余儀なくさせられる、こんな嫌な辛い苦しい暗い悲しい嫌なことってありゃしないと私は自分で思っております。私の周りは高齢者ばっかりです。普段お店にいますと、どれほどの人が私のところへ泣きついてくるか。泣きついてですよ。顔を見るなりですね、いてくれてよかった、あなたがいなくなったら私どうしよう。死ぬしかないわ。そこまで言うぐらいですね、かつてのつやつやしてた女性の顔がですね、しわくちゃで血の気のない真っ黒な顔になっている人が何人もいらっしゃいます。もう本当にいい話一つ、私は今回のオリンピックにより感じることはございません。